こんにちは、ブルーオーシャンです。今日はですね、ポジーサーフ主催のサーフィンスクールと、あと大会をね、今日やる形になってて、まあ、今日はそのね、映像を一日撮っていこうかなと思います。まあ、ポジーサーフ毎年ですね、子供向けにスクールとかをね、毎年やってるんですけど、去年もね、動画を出してると思う。で、波はというとですね、まあ、ちょっとこんな感じですね。まあ子供たちがやるぐらいにはね、いいんじゃないかな。普通に多分桃ぐらいのね、波は来てますね。それではね、行ってきます。おはようございます。今回で5回目ってことで、一番コンディション的にはいいので、まあなかなかできるかなと思ってます。あとちょっと天候の方が悪いんで、雨降ってきたらちょっと凍りするんで、テントまで戻ってきてもらって、ちょっと事故のないようにやりたいので、皆さん協力よろしくお願いします。お願いします。サーフィンスクールのエリアですか。かなりね、前回より大きいと思います。両サイドの広い方が立っているかと思います。その間で、皆さん競技の方をしてください。さあ、それでは、班に分かれて少し広がって海の方にサーフボードを持って向かっていただきましょうか。早速声張って前足を出して4で、ああ、うまいな、上手上手。右が前だ。スタートしてキーポイント1ですね。カイリー君、It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who never get in trouble again. That stuff got nothing on you. That one's brand new. Still, it's got nothing on you tonight. I don't need to go over old and useless words.What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a fire in the tent. いや、良かったっすね、波もちょうど良くて。波今回一番いいですね。乗るには本当に。やっぱみんな去年より上手くなってます。DJ ブース前立ててね、やってます、ゆうじくんが。エキシビジョンがね、あるんでね、いや、まさかのエキシビジョンなんで、ちょっと丘から撮って、水中からね、プロサーファーたちの、サーフィンをね、撮り立ってます。ちょっとね、波ちっちゃいですけど、まあ、プロサーファーならやってくれるでしょう。行ってきます。
そうです、はい、よかった。今からね、あのショートボードのキッズの大会、あのもうファイナル、一発目のファイナルがね、やります。僕はこっちの方の担当してるんでね、あの水中から撮って、あの応援したいと思います。それでピアウス、ごめんなさい。みんな、笑顔笑顔、笑って、イエーイ、ウケるな、いいね。あれすごいいいライディングだったよ。まああとはじゃあ結果発表だね、楽しみ。さあ、これで皆さんメジャーの方よろしいでしょうか。優勝発表しますよ。さあ、第13回コースのサーフィンクラシックスクールシクラス優勝はマーク選手。おお。お親が、お母さんがやったやったね。うん、琥珀だ。スケボーですかね。エスポジョン。悔しい。超悔しい。そして嬉しかったです。おめでとう。今日は誰の手に行くでしょうかね。じゃあまず4番から発表します。第4位はゼッケンイエローの椿。これたくさん持ってたからね、惜しかった。惜しかったけど第4番でした。で第3位がゼッケンブルーゆずきくん。リベンジャーだ、これじゃないよ。まあさあ、第13回コーズサービンクラシックキッズクラスの優勝はゼッケンポイント海斗くん。すごい、おおすごい、すごい、サイズ超えてね。いやいいね。いや、すごいですよ。スタートアップセットですね。いや、やばいね。さあ、じゃあ皆さんね、景品をもらって、これで全クラス、みんなクラス、キックラスで一人だけ選ばれるベストランキングです。ウェットスーツがもらえるですね。これじゃない。では、このストライキング賞はビギナークラスですね。ビギナークラスの、ゼッケンレッドのエイシン君。
ちょっとね天気が急に悪くなっちゃったんで、あのエンディングはね車庫から撮りたいと思います。まあ、あの今回のねイベントもすごく多くの子どもたちとか、あと大人のね方も参加してもらったんで、あのすごいねあの盛り上がってました。で、まあ、今回こういうイベントを通してね、一人でも多くの子どもたちとかがあのサーフィン始めてね、あの島からねこうサーファーがどんどんねあの出ていくことがね、なってくれればなと思いますし、やっぱりあのサーフィンのね面白さが一人でも多くの方に伝わればなっていう風にねあの感じました。で、まあ、やっぱ毎年ね、まあ、僕は去年から、お手伝いさせてもらってるんですけれども、まあ、毎年今後もやっていくと思うんでね、あの僕もできる限り、ね、あのお手伝いをさせていただきたいなという風に思います。それでは今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いいたしましょう。バイ。